オスカー・ムーア、ナット・キング・コール、ウェズリー・プリンス。1946年6月頃、ウィリアム・ゴッドリーブ撮影。オスカー・ムーアは、アメリカ合衆国のスイング・ジャズ・ギタリスト。ムーアは、テキサス州に生まれ、兄・ジョニーともどもギターを演奏するようになった。1930年代になって、一家がロサンゼルスへ移り住むと、兄弟は、ギタリストとして、頭角を表すようになった。 ムーアは1937年から1947年までナット・キング・コールが率いたザ・ナット・キング・コール・トリオの一員であり当時コールが録音したほとんどすべてのレコードで演奏をしているムーアは優れた影響力のあるギタリストであったが自身はチャーリー・クリスチャンから影響を受けていたバーニー・ケッセルはスモールコンボにおける ジャズギタリストの役割を確立したのはムーアだったと述べたことがある。ムーアはライオネル・ハンプトンやアート・テータム、ザ・キャピトル・ジャズメン、レスター・ヤングなどとも吹き込みを行った。コールのトリオを離れた後のムーアは運に恵まれず大きな成功を収めることはなかった。1947年から1950年代半ばまでは兄、ジョニー・ムーアのグループであったジョニー・ムーアズ3。 ブレイザーズに加わったが、ピアニストで歌手だったチャールズ・ブラウンがグループを離れた後、グループの人気は衰えていった。1953年から1954年にかけて、ムーアはバーブとタンパから3枚のレコードを出した。その後は、1965年に制作されたコールのトリビュートアルバムに参加したのを唯一の例外として音楽の世界を離れた。 さらにその後は、ロサンゼルスに今日定め、レンが罪職人として働いていた。エビー・チャド・ボーン、ユージーン、ジョニー・ムーア、オール・ミュージック。2013年12月24日閲覧。ありがとうございます。